こんにちは宮野ひろたかです今週の教講は風邪に始まって風邪に終わってるっていう感じでもう1週間風邪で、えー、と困らされたとそういう感じでしたでただの風邪じゃなくてその前このところずっとヘルプスウイルスが多くて、えー、と全体的な生命力が低下してるとで風邪とヘルプスウイルスとどこが違うのかっていうと風邪はあの急性で 臓器で言うと脾臓なんですね。いわゆる外から入ってくるバイ菌を、急性のバイ、うん、菌ですね。主に風、その他ありますけれども、これをやっつける部分、これは脾臓なんですけれども、えっと。ヘルプスウイルスというのは骨髄や脳神経、こういったところをやられるので、生命力が低下する。そういったところが違うところですね。で今,年今週は何しろ風が多くて、えっと、急性の炎症で、 熱の出てる人、熱が出なくても喉が痛い、咳が出る。こういう症状が圧倒的に多かったです。果たして来週どうなるのか。今までとはちょっと違ったぐらい、えっと、我々が治療してもですね、先ほど言ったように、後ろにヘルプスウイルスで体が弱ってる。生命力が落ちてる。それで、えっと、風邪で免疫力が落ちてるということで、風邪が非常に治りにくい。 いうのが特徴ですから、えー、と皆さんも何しろ睡眠、頑張って一生懸命手上げをやって、えー、睡眠をとるということで頑張らないと、えー、もし一旦やられてしまうと非常にしつこくなりますから、嫌がらないように注意をするということがとても大事かと思います。えっ、ー、と、YouTube の質問が入ってます。毎週のようにヘルプスウイルスの大増殖や最悪の状況とおっしゃっていますが、大谷選手のように えー、活躍している人はそういった影響は受けないのでしょうか野球の才能以外に何,何か違いがあるのでしょうかこれは大きな違いなんですねこの話とても難しいことなんですけども毎週のようにあの、えー、とヘルプスウイルスの大増殖このヘルプスウイルスの大増殖は毎週のようにじゃないんですね、えー、と9月は4日の日それからその2週間後でまたその2週間後ですね えっと、一貫図に三回、ヘルペスウルスの、いわゆる大増殖。いわゆる大増殖っていうのは、ドーンと上がってきて、ここまで上がってくると、ここで急に抗体ができて、ドンと下がる状態。これを、ね、大増殖と言っています。最初にヘルペスウルスの増殖が起きた。今まではずっと静かにしていた。潜伏しているというように言われているものだった。で、未だに現代学ではそう思ってる。 でも25年前に一度、今年のように暑い夏で秋がなかなか来ない。いきなり秋が来たという頃に起きたと思われます。ヘルプスウイルスの大増殖によってです。あ、大増殖です、ね、増殖によって。今みたいな大増殖ではありません。でも、初めて増殖したことによって、ヘルプスウイルスというのは体の弱いところ。まずは脳みそ、脊髄、神経、それに骨髄に潜伏していると言われてますけども、あとはそれが、 増殖していった時には弱いところ弱いところに増殖をしていくとでそれであちこちあちこち弱いところが症状が出るので自律神経失調症という名前がつけられたでそれが徐々にあちこち弱いところをみんな潰していって全体が同じような感じになってきたでそうするとここという特に症状が出なくなったということによってえ10年もするとあまり 自律神経失調症と言われなくなった。ところが、ヘルプスウイルスですから、減ることは絶対ないんですね。どんどん増えていく。で、何をするかというと、一般の風邪なんかで、例えば喉や気管をやられるというのとは違って、その脳、神経系、特に骨髄ですね。骨髄をやられる。骨髄っていうのは酸素を供給するヘモグロビンを作るところで、これはその人の体力に一番関係するところです。 でそういったところの何がやられるのかというと、炎症を起こして、えー、と肺炎を起こすとかそういうのとは違って、弱い炎症ですけれども、ミトコンドリアという各細胞のエネルギーを作るところを破壊する。でそのことで破壊されると疲れるのではなくて、生命力が落ちる。最初は細胞そのものが死滅してしまう。死滅はしないけれども生命力が落ちる。そういうような状態のところが、 普通のいわゆる風や中のウイルスとは違うところなんですね。で、その後、まあ今から約3年近く前ですね。の1月に、また増殖がドンと起きました。それも、私がこのところ1年言っている大増殖ではありませんでした。ですけれども、22年ぶりに増殖が起きて、で今まで徐々に徐々にこう悪くなっているものがドンと少し悪くなったということで、 またヘルペスウイルスによる障害が非常に強く出た。じゃあ、どんな人に強く出るのかっていうと、生まれつき骨髄の弱い人。ないしは、ずっと無理をしている人。という人。もうちょっとわかりやすい方で言うと、例えば眼体質の人。こういったような人がですね、ヘルプスウイルスの餌食になるわけです。で強い人は、生命力が低下するだけで、 ここで知るものがもうちょっと短くなるということは確かですけども、途中で風邪のウイルスのように大暴れして炎症を起こして、熱を出していって、そういうことは起こらないわけです。ですから、えー、弱いところが徐々にミトコンドリアが減って、炎症を起こして固まって老化していく。老化するという状態なので、症状があまりありません。徐々に言うことを聞かなくなるだけです。 それが一般のウイルスと違うところなんです。それで、運動をやってる人、例えばオリンピックの選手なんていうのは一番の運動を一番夢中でやった人ですで。そういった人の平均寿命っていうのは20年前の平均寿命なんで、今とはだいぶ違うと思いますけども、それでもオリンピックに出るぐらいの体力のある人だったら普通だったら長生きするはずです。ところが、 運動によって無理をしている。そうすると、やはりヘルペスウイルスの増殖を起こし、ミトコンドリアが破壊されて、長生きしなくなる。だけど、辛いとかいうことではないわけです。寿命が短くなる。じゃあ最後どうなるかというと、癌で亡くなる方が多いです。で、大谷選手のように活躍している人は、一般的にプロスポーツの選手というのは一般の人よりも、 やはり強い人が多いです。ですから、えっ、ー、と、どっかが痛くなるとか、急性炎症を起こすわけじゃないですから、何も感じなくて活躍ができるわけです。ところが、いよいよ生命力が落ちてくると、癌になったりとか、いうような受け身を見て、スポーツ選手ってのは意外と長生きしない。だけど、今の問題じゃないんです。今、一般に言う体が弱くて、しょっちゅう風邪ひいて、しょっちゅう仕事休んでと。 いうような状況とは違うんですね。ですから、えっ、ー、と、今回、今年ですね。今年じゃない、去年。7月に、第1回のヘルペス、人、ヘルペスウイルス6の大増殖が起こりました。その次が12月に起こりました。その次、1月に起こりました。5月に起こって。7月に起こって。で、9月に3回起こりました。この計8回の ヘルプスウルスの大増殖。ドーンとバーって増殖してきて、もうこれは大変だと思ってたら、そんと押してくる。というような状態を繰り返した。じゃあその大増殖をしたときに、強い人はあまりわかりません。でも弱い人、年をとってて弱い人は、そこでお亡くなりになっている人はかなりいるわけです。若くても弱い人。 というのは、急に癌にはなりません。お年寄りは癌になってきます。弱い人というのは。若い人は急に癌にはなりません。ですけれども、蜘蛛膜下出血であるとか、急性腫不全であるとか、いうようなことで弱い人はお亡くなりになる。強い人はほとんどわからない。ですから、一般の人はほとんどわからないんです。で、死んじゃってみて初めて足まったというような感じになるというのが、ヘルプスウイルスで。 ヘルペスウイルスの症状の特徴というのは慢性疲労症候群といって一番ひどい状態。これは今まで普通に暮らしていた人がちょっと無理をしたら朝が起きらんない。立ち上がれなくなっちゃった。でそれがどのぐらいで治るか。治らないでずっとそのまんま。ずっと立ち上がれなくなってしまう。もちろん会社には行かれません。これが このヒトヘルプスウイルスによる大増殖とかそういうことではなくて弱い人がいよいよその人の限界に達すると動けなくなってしまうという状態のがヒトヘルプスウイルスの怖いところなんですで。そのようになってしまう人は非常に数が少ないんですけども、年をとってないしは生まれつき弱くて癌になるような人がちょっと無理をしてたら早く癌の亡くなりになるという傾向があります。 ですから、この9月に3回大増殖が起きた。9月の4日の日に大増殖が起きて、その日の翌日ですね、3人バタバタと亡くなりになりました。で、その後も2人亡くなり、その前のところの、えー、7月の増殖の後にやはり弱ってきて亡くなった人がいます。で6人、ごく短い期間で6人の人が亡くなっている。だけど強い人は、 わかんないんです。症状がないんです。ですから、ヘルプスウイルスが悪くなればなるほど症状がなくなって、やる気が出ない。朝起きたくない。いう程度。このぐらいなんですね。活力が出ない。ですから、我々は専門家ですから研究していて、内臓食を非常に恐ろしいということは分かっておりますけれども、毎週のようにヘルプスウイルスの内臓食、これ毎週のように起きたっていう、2週間ごとに起きたのが9月だけで、それまでは、 まだたい2ヶ月に1回、この1年間で大増殖をこしたという状態で、この後、また起きるかもしれないという怖さがあります。ですけど、一般の人はほとんど症状的にはわからない。で、大谷選手は日本に過ごしてません。たまに帰ってくる時もあるでしょうけども、非常にあの人は忙しい人で、ずっとアメリカにいます。アメリカと日本とでは全く状況は違うんです。 このヘルペスウイルスの増殖によって、自律神経失調症というふうになったのは、約25年前。ところが、他の国ではそういうことは起き,起きてないんです。で、他の国が25年前の自律神経失調症と言われたあの,あの時の増殖と同じような増殖が、約4年前に新型コロナウイルスが流行って、えっ、ー、と、肺炎を起こして、ということで、 騒ぎましたけれども、コロナだと言えば PCR 検査で陽性が出た。でもあれはコロナの陽性ではない。いわゆる何らかのウイルスの陽性になっているというだけで、コロナとは限らない。コロナだと限定する場合には、培用して、コロナを、いわゆる顕微鏡的に見つけないとコロナとは言えないんですね。ですけどそこまでやらずに PCR 検査で陽性だとコロナと言われる。その世界で、 コロナが非常に流行りました。でもやはり普通の数と違って影響力が強かったので、それを境に世界中の人もみんなこの人ヘルプスウイルスの増殖が起こってきています。でもまだ日本のようなこういううんと悪い状態ではない。ですから大谷選手が住んでいる、うん、アメリカではまだそういったことは起こっていないということなんですね。で 野球の才能が例えばあってもですね、途中でやっぱり若くしてガンで亡くなる人もいます。で、そういうような人はヘルプスウイルスの影響も強く出ます。ですけども、そういう特に、いわゆる免疫力の弱い人でない場合には、ヘルプスウイルスというのは内臓殖をしてみてもそんなによくわかんないっていうのが現状なんですね。ただ怖いのはその状態でだんだん年を取っていくと、強い人は 多少寿命が短くなる程度ですぐでしょう。ところが弱い人は、ある程度の年齢になると、いわゆる癌体質の人は、癌になるのが、早く起こってくる。から全体が弱いと、頭が大きくなって脳が圧迫されて、自律神経の弱い人は癌になります。この大脳、圧迫されて大脳が問題になる人は、アルツハイマーになるんです。ですから、 免疫力の弱い人といっても、先ほど言いましたけど、風の免疫力が弱いのと、ヘルプスウェルスのと別物なんです。だから風には弱いけどヘルプスウェルスには強いってい人もいるし、ヘルプスウェルスに弱いけど風には強いって人もいるんですね。ですから表から見たらわからない。それがヘルプスウェルスの本当に怖いところだと思います。なかなか難しいので、 わかりにくいかもしれませんけど。またわかんなかったらまた質問してみてください。夕方ぐらいになると腕がだるくなるのは何が原因ですかこれはもう簡単ですね。まあ夜寝て朝起きる。そうすると免疫力、これは回復してますね。一日仕事をすると、えー、くたびれます。ということは免疫力が落ちて風邪も引きやすくなるし、体が疲れて異常も起こしやすくなるわけです。 で、腕がっていう場合には、免疫力が下がってくる。くたびれてくる。わかりやすく言うと、くたびれてくる。っていうことは、全体がこう、むくんでくると、脳素髄液の流れがなくて頭が大きくなる。こういう状態になると、頭が大きくなると、息を吸った状態で、動か動かしが下に下がります。そうすると、これが心臓を引っ張る。心臓を引っ張ると、心臓から、心臓へ行く。 この首のところのこの神経。このあたりから心臓に行く神経が出てます。から、ここから腕に行く神経も出てる。そのために、横隔膜が下下がって心臓が引っ張られると、腕がだるいとか、中には痛くなる人もいます。物を落とす人というのも出てきて、夕方になると腕がだるくなるのは、そういった生命力が落ちるから。ですから、その夕方になると生命力が落ちるという人は、要注意なんですね。 頭が大きくなってますから、もし、胆のに問題があったりすると、頭が大きくなった時、急に血圧が上がって、で脳一血を起こすとか、ないしは心臓がもともと弱い人は、そこで急性不全、ないしは心筋梗塞を起こすとか、そういうような問題が起こりやすいんですね。ですから、免疫力を上げる。手上げ、かかと上げると免疫力は多少改善しますけども、根本的に老化したところを直し、 老化している骨髄を治して生命力を上げて元から元気になるということこれを心がけるというよりも治療をしないと無理ですから一般の治療じゃ無理です是非我々の治療院においでになって免疫力生命力を上げて手だけ手がだるくなる問題じゃなくて心臓脳みそみんなが考え出していきましょう。